はい、というわけで町の皆さん、こんばんは。こんばんはなのか、こんばんはですね、わかんないね。はい、うたれんです。うたれんです、よろしくお願いします。というわけで今日も町のミュージックパーク、はい、ライブの方が終わったわけなんですけども、はい、今日いつもと動画ちょっと違くない？あの、歌れんですって始めておきながら多分真ん中でどうしたらいいかそうすいません、本当にありがとうございます。今日富山ブラックのいろはさん、ね、そうです、いつもお世話になっております、はい、歌れんでございます。何気に今日のお昼もいろはさん、そうです。僕、替え玉3杯させていただきました。ライブ前に食べ過ぎでした。いや、でもうまいんですよ。めっちゃ美味しい。毎回もう週で1回来てるの。来てるね、うん、いやもう本当ぜひぜひね、もう町田来たらもう本当いろはさん来ていただけるとね、そうですね、嬉しいなと思うわけなんですけども、あのいろはさんを起点にね、こう町田の町を稼ぐもうまあそれもそれでいいよね。それもそれでどん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 店舗増えてってわーなっていくのね。いろは街にしてやろう。やめろや。なんか俺ら回しもんみたいになってるけど大丈夫か。いやまあでもね、こうやってあの、はい、他にもね、いろんな店舗の方も入ってますしね。そうですね、まあいろんなアーティストも来ますので、はい、ぜひぜひね、あの町田のバックに遊びに来てくれたら嬉しいなと思います、はい、あのね、ここが盛り上がればきっと町田の町はもっともっと、そうです、そしてあのいろはさんの売り上げももっともっと上がるんじゃないかな。最終的にやらしいところが作るなんかあのおすすめなあのメニューとかあれば今のうちに。そうですね、はい、あのブラックラーメンっていうあの富山の黒醤油を使った黒いラーメンなんですけど、はい、それがもう一押しです。いやあれ最初びっくりしたよね。あの見た目よりね、そう、あの辛くないんだよ。そう、そう、ね、しかもあの出汁の味がすっごくするんで、いやそういうラーメン結構好きなんだよね。グルメリポーターみたいなね。まあそ仕方ないけどね。仕方ないけど今回はね。まあでもあのね、まあ、せっかくですんで、僕ら町田でいつも歌わさせていただいて、はい、ね、お世話になってるお店がね、はい、いっぱいあるので、はい、あのぜひぜひね。ちょいちょいいろんなところをご紹介できれば。まあそっち方面も頑張っていこうってことだね。そっち方面で何か美味しいものを食べに行かせてもらえたらいいかなはい、というわけでね、またね、また再来週も、はい、町田ミュージックパークの、ね、遊びに来ますので、ぜひぜひね、よろしくお願いします、はい、あとあのいろはさんの方もあのぜひぜひね、皆さん、ご飯食べに来てください。というわけで、はい、はい、というわけで、はい、うたれんでした。ありがとうございました。バイバイ。